でただ一人言葉を持つ何千万もの生物種の中で誰よりも高い知恵僕らの名前は人間です何回言っても伝わらないで使いこなせもしない言葉の爪手入れもせずに振りかざしてつけた傷跡を消す薬はない他のやつらは蝶や魚や鳥になって身軽に生きることに成功してるのにどうして俺だけを人間にしたんだい正義さえ続かないよ神秘なる心を類いまれに手にして操るつもりが踊らされ息切れの命はそれでも死ねない三角の頂点にて虫の息のヒューマンはいということでございまして、ここからは放送後期でございます。たった今ラジオ版本編が収録終わったところでございますが、引き続きゲストシンガールの日食夏子さんにも残ってもらってます、はい、よろしくお願いします。お願いします。マスクつけたままって言われてありがとうございます。いいんですよ、いいんです、いいんです。やってしまった。日食さんいいんです。攻めてるんじゃないんです。日食夏子はいいんです。それでありがとうございます。さあ放送後期ということでございまして、今本編終わりましたけども、はい、まあ、素直にご感想などまずいただけますか。いやもうすごい楽しかったです。本当に、なんでなんで、本当に楽しかったですよ。本当に本当に、本当にあれでしょ、でも言われるでしょ、あのほら大体さ、はい、あれ日食さん怒ってますとか、日食さんあれちょっとあんまりなんか具合悪いですかとか、楽しくないですかって何でも言われない。言われます。言われるでしょ。言われるからちょっと最近気をつけてるんですけど、うん、気がつくとこうなんかなってます。そういう風に。いや僕は ね言っても、はい、まあ日食さんイベントもよく出てもらってます。何回かね、その岩手、はい、東京っていう間柄にはしては出ていただいてますし、はい、まあちょこちょこおしゃべりもさせていただいてるんで、さしてるつもりですが、やっぱり初見の方しっかりそういう人はやっぱそういう風に見ると思うんですよね。あ、本当ですか。そう見る人多いと思うんです。だから日食さんはもう、まあ、慣れっこだとは思うんですけど、だからめげないでいただきたい。